練習終わってすぐちょっとウェイトをしなきゃいけなかったんですけども、まあウェイトをちょっと後延ばしにしてですね、日本対中国の試合見ました。なんと勝ちました。イエーイ。あのね、1個前の試合で、ポーランド対ベルギー、この試合が、ポーランドが勝った時点でもう望みはなかったんですけども、ポーランドが負けました。さらにその試合でですね、18点以上でポーランドが取って負けてしまっても、ポーランドの総得点が上回ってるんで勝ちだったんですよ。ただ、ポーランドは18点いかなかったので、日本は確か19点以上取って、17点以内に中国を抑えて勝つことができれば、予選突破っていう、中国との試合でした。それを見事勝ってくれました。本当ですか。お疲れ様でした。めちゃくちゃ今見てましたね。すごい試合だったね。はい。もうね、とにかく嬉しいです。ただ、ピックアンドロールのディフェンスに対してやっぱり未だにこうチェイスを選択してるんですけど、うわー、ちょっとあの変えてほしいなって思いますけどね、ちょっとスイッチを入れてほしいなって思います。ガード陣めちゃくちゃチェイス頑張ってるんですけど、ちょっとさすがにきついなっていう部分は見受けられるんで、まあでもね、本当予選突破したっていうことが一つ大きな目標ですし、ここからまた全部強敵ですけれども、しっかりと戦ってほしいなっていうふうに思います。本当におめでとうございます。頑張れ日本、頑張れ。